全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらは天然石を使っているアクセサリーで、ネックレスとそしてイヤリングご紹介していきます。2点のネックレスはロングタイプです。コットンパールが使ってあるので軽いです。54番です。コットンパールとデザインビーズをメガネ留めで丁寧につないであります。カニカンでセットしアジャスターがありますが、こちらそのまますっぽりかぶれます。とても軽いです。55番です。トップのラブラドライト、とっても輝きます。ラブラドライトと、そしてピンクはピンクトルマリン。こちらにもピンクトルマリンです。そしてパールはコットンパール、途中の部分にもコットンパールが使ってあります。カニカンでセットしアジャスターがあります。こちらにも小さなラブラドライトです。長いので頭からすっぽりかぶれます。暗めのお洋服にも映えると思います。3点はイヤリングです。1点ずつアップでご紹介します。チェーンが揺れるデザインです。アップで撮影します。カットが綺麗なアメジストです。アメジストは2月の誕生石。こちらのアメジストですが、なんだか玉ねぎみたいな形をしてるんです。チェーンで揺れるデザインです。こちらはグリーンアメジストです。うすらグリーンのお色、そして淡水パールです。まるでキャンディーみたいで上品な感じです。ローズクォーツ、マザーオブパール、そして淡水パール、カーネリアン、ペリドット、いろんな石が使ってあります。イヤリングはすべてネジバネ式です。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またノロペコでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はひらがなでのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。